はい、どうも、たくみのゲーム実況チャンネルへようこそということで、今回こちらプラスケースやっていきたいと思います。ということで、今回はですね、こちら、ゴールド契約書5枚と、こちらのね、バリュースカウト、こっちか、下か、のバリュースカウトの、1回の方ですね、1回10エナジーの方を5回引いていこうかなと思います。こちらの上の方は、まあ引かないでおこうかなと思います。A ランク以上の自チーム確定なんですけど、まあちょっと今回は見逃そうかなという感じです。ということで、早速引いていきたいと思います。まあ契約書からいきましょう。まあもちろん狙いはまあ坂本かな、今は。まああとは坂本ほんと揃えば、もうとりあえず今欲しい選手は大体揃ってる感じなんで、まあ山田とかはまあ別としてね、一応持ってるから別として、現状今欲しい選手はほとんど揃ってるっていう感じかな。まああとはエースとかちょっと出たら欲しいですけど、さあさあさあ行きましょう。ちょっと久しぶりな感じだな、契約書開封が。最近全然集まんないからね。まああと対決管理の、報酬でも 30% はもらえるので、まあその 30% の方もね、まあ引こうかなと思いますね。また、おお、A ランク、クルーズ。ボール出たら、ボールが出たら大体 A ランク、A ランク確定。そうね。はい。さあさあさあ、来ないですね。友達のやつね、5枚じゃないな、何枚か引いて2枚ぐらい当てたんだけど、自分のじゃ全然当たんないんだよね。なかなかそううまくいかないね。はい、ということで、まあ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 契約書はね、まあまあまあ仕方ない。ガチャの方が当たる感じはする、当たる、感じがするから。はい、行きましょう。バリュースカウト行きましょう。久しぶりな気がするな、バリュースカウト。いつだっていう展開。さあ、お願いします。来い、よし、来たー、Sランク。ありがとうございます。坂本、お願いします。おぉ、田中。DNA の投手、なんかめっちゃ増えてる気がするな、最近。田中選手。ストレート B。おぉ、まあまあまあ、ちょっと後で能力見てみようかなと思います。とりあえず、いや、マジ、初回で Sランク来たのは嬉しい。普通に。この調子で。ちょっとやっぱりね、初回のあの、色が変わるところでね、A ランク以上の確定の演出まで来ると、なんかね、来る感じがする。3回目もポンって、流れで来るっていう感じがするんだよね。いやー、もう1枚ぐらい欲しいな、やっぱ。飛ばそう。あと2回かな。まあまあまあ、S ランク1枚入れてるだけでも全然ね、いいと思うんですけど、まあやっぱ坂本欲しいから、ちょっと、もう1枚、お願いします。まあ、ミキサーちょっと来たらね、巨人で、これから引こうかなーっていう感じではありますね、今のところ。さあ最後、ラスト行きましょう。S ランク最後、締め。お願いします。ボール。はい、なんもない。同じか。はい、という感じで、まあ今回はね、バリュースカウト5回と、ゴールド契約書、5枚引いてみましたけどね。まあ S ランク1枚出たんで、まあありかなと。あ、ちょっと能力だけ見ようか、じゃあ。能力だけちょっと見ようかなと思います。はい。S ランクの中継ぎだよね。中継ぎ2人揃ってるし。あ、でも70。まあ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 。でもちょっとこっちの方が能力は低いかな。まあでも B 球種が1球種あるから。三上が確か一球種もないから、まあその点ではいいですね。ほうほうほう。まあまあまあ、とりあえずね、投手枠拡大のアップデートで29時間アップデートっていう、もうすごいのが来たんですけどね。まあでも50エナジーももらえるし、まあまあ、その39時間じゃない、29時間のメンテナンスの前までに、ちょっと今のオーダー紹介して、で投手枠拡大してからのオーダー紹介もまあしようかなと思ってるので、まあ最後のね、その投手枠拡大前の最後のオーダー紹介をまたもうちょっとしたらアップしようかなと思いますので、そちらの方もぜひぜひご覧くださると嬉しいです。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ということで以上、たくみでした。じゃあね。